白蛇の琥珀さんです。で今日は2023年になって初めてご飯をあげようと思います。撮影してるのが気になる琥珀さんです。カメラが気になるかな。相変わらず可愛いですね。お目目も丸いです。まあ冬で寒かったので、まあ、あんまり食欲がないとかじゃないんですけど、うんちをあんまりしなかったので、ご飯のタイミングがちょっとね、期間が空きました。今日は久しぶりのご飯です。今ご飯は解凍中です。うろうろしてます、相変わらず。お、はい、ご飯解凍できたのでシートの上に置きました。気づくかな。もうね、多分ちょっと気づいてるんですよね。匂いをチェックして、近いです。すごい近い。あ、食べました、よかった。まあ、琥珀さんはご飯をあげて食べないっていう状態に ならないんで、食べないことが ないんで、いつもしっかり食べてくれます。ちゃんとね、頭から飲み込みますね。ネズミがちょっと苦手な方はすいません。ほのかにね、ピンク色の琥珀さんです。こっからね、ご飯は本当にゆっくり食べるんで、のんびりとした動画になっちゃいます。だいたい1匹食べるのに10分以上はかかるかな。結構かかるんですよ、1匹食べるのに。10分はかかんないか。なんでね、あげてなんかもう他のことをや主はやってるって感じで、でふと気づくともう食べ終えてるみたいな感じですね、いつも。あ、そうそうそう、音楽 BGM 変えてみました。これからはこんな感じでいきたいと思います。2023年にもなったので、ちょっと変えてみようかなと。ちょっと明るめの音楽にしてみました。もし前の方がいいよって思った方がいたら、ぜひコメントで教えてください。検討します。あ、今これ早送りしてるかな。あ、これもう早送り終わりました。すごいですね、近くで見ると。どういう気持ちで食べてんだろうと思います、いつも。なんかね、人間とかは噛むから味がするんだろうなと思うけど、丸飲みだから味もないですよね、きっとね。
風もクソもない。まあね、丸飲みのおかげで、汚れなくて済むんで、本当にね、それは蛇を飼ってて楽だなって思う部分ですね。ちょっとマウス大きいかな。けどこれぐらいがね、ちょうどいいんですよ。頭より若干大きいぐらいのサイズがいいんです。ヘビのサイズ、ご飯のサイズは。頑張って小薬さん、ご飯食べてください。少しずつ。もうこの時はね、頑張ってますよね。なんかちょっと必死な感じが伝わってくる。あー、正面はちょっとブサカワです。顎を外れた顔はすごいですね、やっぱりね。ゆっくりゆっくりご飯中です。この日は2匹あげました。レトマウス、まあ動画はちょっと1匹だけなんですけど、2匹あげて小涌さんもね、満足した日になってるんじゃないかな。おー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 、最後はね、持ち上げて飲み込むって感じですか。正面の顔が。結局なんだかんだあっという間に、ここまで入っちゃえばね、多分送り込むの楽なんですよ。もう体の筋肉を使って徐々に胃の方に送り込んでいくって感じですね。すごいなあ。一匹食べ終わりました。よかった。もう体の中に送り込んでます。くねくねしながらね、送り込むんですはい、これが満足をしてる顔です。まだね、体を送り込みつつ、多分顎を直すかな。食べた後はね、顎を直したり、活発。小涌さんかわいい。かわいいですね。目がかわいい。
このペロペロペロっていうのはね、あの匂いをチェックしてるんで、まだね食べたいっていう、なんか探してる感じかもしれないですね、獲物を。本人的には。すごいペロペロが。これ小悪さん、顎を直して、あの顎直すの可愛いんだよな。シートをね、ご飯あげたシート、これあのネズミが乗ってたシートなんだけど、そういうのはこう取れれば取るようにしてます。で、新しいシート、なんかまあ衛生的にというか問題ないんだろうけど、なんかねちょっと気になるんで交換してます。これ新しいシート。もう容赦なく琥珀さんの上にかけちゃいます。少し気になる琥珀さん。もうね、容赦ないです。もう琥珀さんがいようがいまいがシートはやっちゃいます。もうこれ日常風景なんでね、多分ね、琥珀さん自体ももう慣れたもんだと思います。結局あの普段はね、このシートの下でずっといるって感じですね。動く時だけ出てくるみたいな。なんで普段はずっと隠れてます、シートの下に。まあね、自然界もこう落ち葉の、これお水です。ご飯食べた後はね、結構お水飲むんですよ。自然界もね、落ち葉の下とか、何かの下に隠れてるっていうのがね、ヘビなんで、多分落ち着くんでしょうね。うちはなんかシェルターみたいの設置をしてないんで、それで、あのシートの下に隠れる。多分お水飲むんじゃないかな。あ、飲んだ。お水飲んでるとこ可愛いですよね。ヘビのお水飲んでる姿ってね、なかなか見ないから。満足げな顔です。ご飯も食べて、お水も飲んで、大満足。あー、もうお腹いっぱい。よかったですね、小悪さん。まあ、ご飯食べた後なんでね、この後ちょっと元気になっちゃうんですよ。うろ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 して、で、知らないうちにシートの下にいるっていうのが、まあ、いつものパターンです。あ、また飲むのかな。あ、また飲む。あ、飲まない。あ、飲まない。飲まんのかい。